どうも動画をご覧の皆さんこんにちは YOSHIKI です20歳になったのにもかかわらずめちゃめちゃテンションが高い私でございますが本日はですねもうめちゃめちゃ嬉しい方向を皆さんにお知らせしたいと思います僕たちのリメイクアニメ化決定というかもうアニメ制作進行してますいやもうねうれしさでもうね やばいでですね、えっ、ー、と、一週間ぐらい前っていうか、あの、今週か、今週からですね、あの、カウントダウンのね、あの、イラストが投稿され始めてまして、で、もう僕はですね、もう、あ、これ、アニメ化もう来たよ、というところをね、あの、もう察知して動画にしようかと思ったんですけれども、せっかくなら、あの、情報が解禁されてからの方がいいかなと思って待ったんですけれども、あの、めちゃめちゃ詳しい情報っていうのが出なかったっていうのが非常に、まあ、残念ではあるんですよね。たからね、はい、配信じゃなかったかな、多分ね、ツイッターで多分ね、アニメ化来たみたいなこと多分ね、つぶやいて、 気がするんですけれどもつぶやってたかなまあですね、あの、アニメ化ととといいううころでで,、ね、で,ででででままずすすすねねああののおめござ先日ですね、MF 文庫 J を紹介する動画を出させていただいたんですけれども、まあ、その時にもね、もうこれをスコレと、押してくれというふうにね、ちょっとお話ししましたが、まあ、こちらの作品がどういう作品なのかも触れつつ、えぜひですね、あの、皆さんにあの、この作品の魅力を紹介すると,とともにアニメ化決定だよというね、嬉しさをね、もう、もう爆発させていきたいと思います。 時間のあらすすすじじとと同じなんですけれども、えー、ご紹介させていいいたただきたいと思います僕、橋場京也はしがないゲームディレクター。会社は倒産、企画も頓挫して実家に帰ることになる。輝かしいクリエイターの活躍を横目に、ふてねして目覚めると、なぜか10年前の大学入学時に巻き戻っていた。押したはずの大学に受かっていて、憧れの芸大ライフ。さらにはシェアハウスで男女4人の共同生活と、突如バラ色の毎日に。ここから僕のルートを作り直すんだ。 後の超有名タクリエイター、過去卵と共に送る新生活が今始まると、意気揚々と始めてみなもののそんなにうまくいかないみたいで、気持ち、エレットの最強タッグによる青春リメイクストーリー。この作品はですね、あの頃を取り戻す系作品ということでございまして、この作品はですね、あの2016年の10年前、2006年に戻って、 で、人生をもう一度やり直すっていうね。まあ、そういった作品です。で、2006年がですね、実はめちゃめちゃ色々ある年なんですよね。 で、この作品っていうのはですね、あの、主人公の世代にもありましたが、まあ、大体30代前後の方にですね、めちゃめちゃ刺さる作品だと思います。そしてそれだけではなく、僕たちみたいな、あーもっとこうしとけばよかったなとか、まあ、ちょっと大人になった方も含めてですね、あの、後悔したくないような選択っていうのをね、もうぜひしてもらいたいっていうのも含めて、あの、楽しんでいただけると思います。まあ、この作品のね、主題である、まあ、ね、ルートって書いてありますけれども、人生を作り直すというところで、まあ、10年前に戻ってクリエイターとして自分が、あの、 歩めきれなかった道をもう一度歩み出すっていうところでまあ、そういうところが非常に見どころの作品となっておりますで、この作品はですね本当にぜひもう皆さんにも本当にこの動画を見ているまあそして僕たちのリメイクを読んでいる方々読者の方々に紐をやっぱり伝えたいことってまあ、僕はね僕は本当に後悔をしないでほしいっていうところなんですよまあ、こういうねあのまあ、言っちゃあれですけど作品だからこそ過去に戻れるわけだって僕たちは過去に戻れないんですよなのでまあそんな中でちゃんと自分が選択した道をしっかりと歩んでほしい、まあ、そういう 思いがねちょっと僕の中にはあるんですよ。 まあ、なので、まあ、まだ若い方、若い方ってまあ僕が若い方っていうのもなんかなかなかおかしい表現だとは思うんですけれども、まあ、中高生の方だったりとか、まあね、下手したら小学生の方もそうなんですけれども、もうこれから先のことをしっかりと見据えて、あの、行動していった方がいいよっていうのはもう、もうね、本当に僕はもう断言できます。もちろんね、あの、クリエイターを目指している人もそうでない人も、本当にね、後悔しない選択をしてほしいです。僕はですね、もっと小さい頃からイラストにもっとちゃんと真剣に取り組んでおけばよかったなっていう後悔をしていますので、まあそういう後悔がないよね。ぜひ皆さんもね、し しっかりと、本当にね、ちゃんと考えてきていくと、もう楽しくてしょうがないんで、もうぜひですね、あの皆さん、まあ楽しいだけじゃないとは思うんですけれども、まあ苦しかったり辛かったりすると思うんですけれども、もう後悔のない選択をね、できるだけしてた方がいいと思います。まあそんな話をさておきまして、こちらの作品ですね、ただのやり直しストーリーじゃないんですよ。まあ主人公が過去に戻る前ですね、えー、当時のまあ2016年っていう設定の中でのめちゃめちゃ人気クリエイターの卵の状態の彼らと紡いでいくストーリーというところで、超最強のクリエイターの 卵と,ともにに主人公が一緒に、ね、あの物を作っていくっていうところではあるんですけれども主人公がねまあ、ちょっと実質チート的な能力があるわけじゃないですかそう未来から来てるんですよなんで未来のまあ画期的なそのねあの今で言ったらスマホだったりとかあるじゃないですかいろいろとまあ、そういうまあ様々な知識だったりをもうかこの過去であの能力を発揮することができるんですよ主人公がまあそういった未来の知識もまあ使いつつまあちょっとこれちょっとチートっぽいけれどもまあ、使いつつ、えー、なおかつあの仲間とともに成長していくっていうねめちゃめちゃすごい すすごい作品となっておりますでこちらの作品が現在、えー、原作の本編が1から6巻で、まあ、バージョンベータっていうのがあるので、まあ、これも実質本編みたいなもんなんですけれどもこれプラス、えー、今月の25日ですねに7巻が発売されるということで、まあ、今後どうなっていくかになっているので非常に期待となっておりますアニメ化企画進行中ということなんですが、まあ、アニメ化が決まったということでですね、あのー、詳しい情報っていうのがですね出てるかなって思ったんですけれどもなんと詳しい情報が出てないと。 はい。PV はですね、公開されたんですけれども、あのー、え、まあ、アニメーション制作会社とか、えー、プロデュースするところとか、えー、まあ、あとはキャストさんだったりとか,とか、そういう情報はですね、ほぼほぼ出てないというところで、まあ、ちょっとね、個人的にはね、あのー、もうちょっとそこら辺の情報出してくれるとね、嬉しかったんですけれども、ま、あ、まだまだ企画段階中っていうことなのか、まあ、ここを見て受け取れるかなとは思うんですが、このタイミングで発表というところでね、もうちょっと進んでるんじゃないかなって個人的には思ったんですけれども、ま、あ、そうでもなかったみたいです。でですね、あの、昨日なんですけれども、あの、 京先生ですねまあ、葉山みど先生って言った方がいいのかわかんないんですけれどもまあ、僕たちのリメイク書かれている、えー、京奈先生というかまあ、VTuber の、あのー、葉山みど先生と言ったらいいのかながですねあのー、ライブ配信を昨日やっておりましてまあまあ、その時ちょうど僕仕事でねあの仕事の休憩会までねあのー、こうやってねあのー 目,目をね、目いっぱい見開きながら見てたんですけれども、でね、やっぱりアニメ化発表というところでもめちゃめちゃ嬉しくってね、まあそこでね、どういう情報が出るんだろうと思ってたらそうでもなかったと。うーん。まあなのでですね、詳しい情報が知りたい方だったりとかはね、ぜひこちら、あのー、まあ概要欄にリンク貼っておきますので、えーと、こちらのね、放送ぜひアーカイブありますので、ぜひご覧ください。 というわけで僕たちのリメイクアニメ化というところでございましてもうねこれはめちゃめちゃ嬉しいよもう僕がめちゃめちゃ推している作品になるのでもう超嬉しいですでこの僕たちのリメイクっていうのは本当にクリエーターに寄り添った作品となっておりましてもうどこまでもですねあのもう物を作ることに本当に真剣になっている人たちが取り組んでいることっていうのをすごく表現した作品となっておりますので本当に熱がこもってるんですよねなので本当にそのぐらいの熱量が加わってるからこそ面白い作品となっておりますのでぜひ皆さんチェックしてみてはいかがでしょうか というわけで今回は僕たちのリメイクアニメ化というわけでございまして皆さんにまあこの情報をお伝えするという動画だったんですけれどもいかがだったでしょうかま,あまだまだ情報は解禁されていませんがまあこれからねアニメ化というところでまあいつ放送されるのかというか気になったりするところはたくさんあるんですけれどもまあとりあえず皆さん待ってねえまあというか7巻を変えましょうというわけで今回も長くなってしまいましたがご視聴ありがとうございましたまあ気になる情報があるん というわけで長くなってしまいましたが今回もご視聴ありがとうございましたまあ告知だったりはしたいんですけれども、まあ、せっかくのアニメ化動画なので、えー、もう概要欄をとりあえずチェックしていただけると幸いでございますまた僕のチャンネルではこういったオタクコンテンツの内容をですね主に発信しておりますので興味がある方はチャンネル登録またこの動画の高評価などよろしくお願いしますまたベルマークを押していただきますと配信だったり動画のですね上がったタイミングでですね通知がいくようになっておりますのでぜひこちらの方もよろしくお願いいたしますでは皆さん次回の動画でお会いいたしましょうまた見てねーバイバーイ